김일성, 김정일 동지의 국가로 더욱 공급 발전시켜 나가기라는 확신을 표 뉴스 어츠다이시마스 이집트 자유상의주의자 계약으로 사이고 시도자 김정은인장이 세네가르 공화국의 마키사르 대통령から 축電가 寄せられました 축電は 김정은동씨가 最高人民会議 第14期 第1回会議で 朝鮮民主主義人民共和国国務委員会委員長に推挙された事に熱烈な祝賀を送り、金正恩委員長の健康と活動での成果を祈ると述べています。各国の報道機関が敬愛する最高指導者金正恩委員長の新型戦術誘導兵器のテスト射撃の指導を報じました。 ロシアのタス通信、リアノーボス通信、インタファクス通信、新聞のロシスカヤが通じた、テレビ局の連テレビ、ロシアテレビ、中国の新華社、新聞の参考ニュース、中央テレビ、オンラインニュースの中国報道も、環球も、国際放送も、ラオスの新聞パテラオ、イランのファルス通信、タスニム通信、プレステレビ、 インドの ANI通信、インディアアジア通信、新聞のインディアンエクスプレス、タイムズオブインディア、エーションエイジ、シンガポールの新聞、ストレイツタイムズ、連合双方、日本の時事通信、東京新聞、日本経済新聞、毎日新聞、NHK、イギリスの BBC、 そして、キム・イルソン、キム・ジョンイル、全国ベラルーシ、朝鮮人民の友の会、 今後民主化国、知識総研究全国委員会のホームページが、金正恩委員長が新型戦術誘導兵器のテスト射撃を指導、北朝鮮での兵器テスト射撃などと題して、このニュースを伝えました。太陽節と朝鮮人民革命軍の創建日に際して、偉大な金正恩主席の普及の叩く、父の革命業を武力をもってしっかり保障しようと、 反日人民遊撃隊の創建に際してが、ロシアのアルトン出版社とフォルム図書出版社から出版され、出版記念会がありました。また、太陽節に際して、キム・イルソン主席の普及の著作、祖国統一の三大原則についてと、我が民族の大団結を成し遂げようが、ネパールの新聞、スロミクに乗り、著作、 首相の旗を高く掲げ、社会主義建設をさらに促進しようと、我が国の社会主義の優越性をさらに強く発揮させようの全文が、ロシアのホームページ、パトリオッティモスクワと、朝鮮民主主義人民共和国は今にそれぞれ乗りました。各ホームページは、太陽のように明るく微笑む、 主席の写真を共に載せています。インドネシアとカンボジアの報道機関が太陽節を大きく取り上げました。インドネシアの新聞、インターナショナルメディアは、太陽のように明るく微笑む偉大なキム・イルソン主席の写真とともに、キム・イルソン主席は世界の進歩的人民の心の中に永遠に息づけるという大見出しのもと、 人民と分け隔てなく交わった偉人、自主外交の大化、限りなく謙虚な方という込み出しの記事を丸一面にわたって載せました。ホームページのカワンコリアは、厳しい抗日大戦を展開して祖国解放の偉業を成し遂げ、真の人民の国、自主の強国を立てた社会主義祖孫の始祖で、 世界政治の原動であるキム・イルソン主席の歴史は今も続いているとし、主席の気高い人徳を称える詳細な内容の文を載せました。カンボジアのアッパラの声放送 FM105放送は、 キム・イルソン主席の尊い革命的生涯と業績について伝え、国営ラジオ放送は人民の最も尊い存在とみなし、 人民の力に頼って革命と建設を推し進めた主席の生涯を外国のある著名人の話を通じて紹介しました。国営クメール通信もキム・イルソン主席の高邁な品格を称えました。ブラジルのゴイアス地質総研究センターが発足しました。ルカス・リベイル・マルケスさんがセンター長に選ばれました。
バチチ教会の司祭による春のジョーバハン協議が21日と28日、平壌のミリムジョーバクラブで行われました。協議はハードル競争、ジョーバ遊戯、ファンキーバに分けられて行われ、教会会員とジョーバファンが出場しました。また、ミリムジョーバクラブの騎手の競馬抽選も行われました。テドンガン区域ソリョン高級中学校の生徒がハードル競争で、テドンガン区域ヌンフン小学校の児童が乗馬遊戯で、中央動物園の労働者がファン競馬でそれぞれ優勝しました。ソーレン・ザソン大学校学生祖国訪問団の長団団長が最高人民会議第14期第1回会議で行った敬愛する最高指導者金正恩委員長の歴史的な施政演説に接した感動を述べました。団長は金正恩委員長は施政演説で自らの力と方式で繁栄の新たな歴史を開くための早道を示した。熱烈な祖国愛、民族愛で貫かれているその演説は祖国の人民に勝利の信念と勇気を持たせている。すべてを自力で立派に作り、自力で飛躍する社会新強国を必ず立てようとの自信満々たる胆力を持って新たな奇跡と威厳を生み出している祖国の人民の力と気概は実に大したものだ。国と民族の自主的発展の道を切り開いた金日成主席と金正恩総書記の思想と業績をそのまま引き継いでいく敬愛する金正恩委員長の導きのもと、祖国の人民は近いうちに世界が羨む天下第一の強国を必ず建てるだろうと述べました。20世紀に日本帝国主義は祖孫の国号の英字表記を勝手に歪曲する特大の罪を犯しました。もともと国際的に祖孫の公式の国号が英字 C のコリアになっていたことを19世紀末から HK のコリアに歪曲し始めた日本は20世紀初めからはその全面化に本腰を入れました。日程は1905年に豪東さながらの五四五条約、いわゆる第二次日韓協約をでっち上げて祖孫の国権を奪った後、 C と K を混用してその企みを巧妙に隠蔽したのが祖孫併合の時から C を完全に K に変えるため必死になりました。そのため1910年6月併合準備委員会を設置し、ここで祖孫の英字表記を K のコリアに決定しました。国語表記を変えるのにそれほど必死だったのは、英字の字母順の表記で祖孫が日本の次に置かれるようにし徹底した従属関係を示すためでした。以上でこの時間のニュースを終わります。アナウンス担当は関素美でした。こちらは祖孫の声放送です。祖孫労働党を勝利へと導いている。世界の進歩的人々は秀でた政治の実力で祖孫労働党を正しく導き、父の社会主義運用を勝利一路へと導いている。敬愛する最高指導者金正恩委員長を高く称えています。レバノン父思想研究会のサミル・ディアブ会長は、金正恩委員長に導かれる朝鮮労働党の権威は著しく固まった、人民に奉仕するのは朝鮮労働党の代わりのない路線で、党の指導は朝鮮人民の全ての勝利を裏打ちしている。最近の朝鮮半島での肯定的な出来事は金正恩委員長のエネルギッシュな指導による輝かしい成果だと言いました。バングラデシュジャティア党のミスタラ・ジャマル・ハイダー書記長は、朝鮮労働党の金正恩委員長は人民愛を全ての施策と活動の起点、朝鮮労働党の政治の最高の原則、大増の目標としている。その下で朝鮮労働党は激変する情勢の中でも自主の原則を変わりなく固守し、朝鮮革命を勝利へと導く百戦百勝の党として威容を馳せていると語りました。日本と南北朝鮮との友好を進める会の宮原誠介代表は次のように語りました。今党委員長
大変若い指導者なんですけども、指導者を中心に先を見据えた国の建設、そういうのを着々と進められているという姿、これから少し例を挙げたいと思うんですが、大変驚きましたし、この今回の放送で通じてですね、そういった話を、我々の友人、とりわけ私は岡山県の人間ですので、岡山県の皆様、あるいは、私も元県の人事者なので、議会関係、各自治体の仲間の皆さんへも伝えてです。パキスタン地球統計会のバーカトウラ会長は、敬愛する金正恩総書記の卓越した指導のもとに、不罰の革命的党となった朝鮮労働党は、朝鮮人民の全ての勝利の組織者導き手である。自身の旗高く社会主義建設を推し進める朝鮮労働党は、世界に自主化を目指す進歩的人民を大いに励ましている。金正恩総書記に導かれる朝鮮労働党は、世界に光を放つだろうと言いました。世界の声でした。君の美しさん書き下ろしの短編小説、幸せの花車。ような訓練の声が、学生少年宮殿の廊下の片隅をどんと鳴らしました。まるまるとした両頬はごまなりのように膨れ上がり、担いでいるサンゴも息が切れるたびに激しく吟味します。何、私のためだと、他にも過ちがあるよ。何もかも台無しにしてしまって、また難癖をつけるのか。朝寝坊したのは誰なの。それは事実でした。夜遅くまで花車に乗って稲の中を飛び回り、今朝やっと目を覚ましたコニヌンでした。コニヌンも朝寝坊したんだろう。鏡の前でもグズグズして、またサンゴの場所まで置いてきたんじゃないか。それでも言い分があるのか、このわからじや。何、わからじやだって。海の花びらのように綺麗な唇が小刻みに震え、声は泣かんばかりになりました。目にあふれる涙がやめてとろりと火星ボールサンゴの上に落ちます。かつの兄弟のように親しかった二人です。ですが今朝起きた大騒ぎで、海にわからじやという美しくない名が付けられたのです。それもそのはず、今朝早く宮殿に来て練習しようとしたら、トムのバチも見えません。ゆうべ布団の中でもバチをしっかり握って寝ていたのに、朝から急ぐ急ぐと言って、家にそのまま置いてきたのです。慌て蓋を見たクラブの先生が、トムのおばさんの家に電話をかけたり、バチを借りようと宮殿のクラブ室を見回ったりしたので、二人は練習はおろか、口争いで顔を絡めていました。コニヌンのおばあさんが、トムのバチを持って、あたふたと走ってきたときは、もう最終審査が始まっていました。やっとのことで、気を入れ替えた二人は舞台に出ました。いつ争ったかのように、ニコニコ顔でリズムに合わせて踊りました。しかし、結局、二人のサンゴの舞は滑りました。悔しさのあまり、舞が潰れる思いのコニヌンの目にも涙があふれ出ます。やめなさい、今からとやかく争ったところで後にもするよ。サンゴの子供がピンヤンのこの舞台に立ったということだけでも大変なものよ。そう、おばあさんの名残を死刑にため息をつきます。昨日まで最終審査に受かるのは問題ないと思っていたのに、それでどうしたらいいでしょうか。おばあさんの手を取って、もどかしそうに揺すっているクラブの先生を見て、クニヌンも手の甲で涙を拭いています。耳折れた身内のように、息消沈したクニヌンの耳前に、
村外れまでついてきて見送ってくれた村人たちの姿が浮かんできます。国中に知られるようサンゴの音を大きく響かせてほしいと言った那須沖の犬のおじいさん。今回もフォークダンスで有名な村の伝統を必ずとどろかさなければならないと切に頼んだ村のお母さん、お兄さん、お姉さんたち。いや、このまま帰ったら村人たちがどんなに寂しがるだろう。それよりもっともどかしいのは考えられなくなった自分たちの夢です。フォークダンスのうまいことで近所の現地を喜ばせようとの大事なその夢が一瞬にして虹のように消え去ったのが悔しくてたまりませんでした。審査員の先生たちはあまりにもこの気持ちがわからないようです。またもや涙が出てきます。急いで手にこう目を持っていきます。その時でした。僕の方から驚きの声が聞こえてきました。先生とおばあさんの呼吸が速くなり周りが一層ざわめくような気がしました。何か起こったのかと頭をもたげる瞬間、廊下の近くからよく響く声が聞こえてきました。ああちょっと、あそこにいるのは豆大人じゃないか。今夜の裏の台にひらめきのようなものが見えました。まるで夢を見るようでした。本人が痛かった敬愛する君の人生が自分たちと一緒に自分たちに近寄ってくるのでした。金蔵雲元帥様、金蔵雲なら本人は未来に走っていきました。雲をついていきました。そうです、夜を明かして南禅で学生少年宮殿の豪快祝賀を検討していた元帥はそれでも安心できず関係者と一緒に宮殿に来たのでした。元帥は明るく微笑んで走ってくる官員と僧侶を抱きしめおばあさんとクラブの先生とも挨拶を交わしました。おばあさん、どうしてここに来られましたか。優しく尋ねる元帥におばあさんは恐れ多く答えました。元帥様、実は孫が祭典に参加するための最終審査を受けるというので前後の見境もなくついてきました。なぜ見境もないとおっしゃるのですか。孫がもっと可愛いと言うんじゃありませんか。何ならこの子でしょうね。両親は後年の丸々と太った両方を軽く叩き名前と年、学校について詳しく聞きました。ハキハキと答える今夜の話を聞いていた元帥はふと思い出したかのように言いました。その頃小学校なら深い山奥にあるけど久しい前からフォークダンスで有名な学校ではないですか。山奥の小さな学校まで知っている元帥の質問にクラブの先生はしっかり興奮して答えました。そうです、この今夜のおばあさんも学校時代に新入生大事にするお迎えして行われた専用公演に参加してフォークダンスを披露しました。今夜は学校の踊りの先生を務めました。じゃあおばあさんは多くのフォークダンサーを育てたというわけですね。そんなに、私はただフォークダンスが金日成大元帥と金泉大元帥が残した遺産だと思って苦労は先生たちがします。おばあさんは本当に立派なことをしました。フォークダンスは大元帥たちが残した遺産です。ですからフォークダンサーを立派に育てて代を継がせるのはとても重要なことです。塩に塗ったおばあさんの方を熱い涙が濡らします。だから今夜とプニもおばあさんのもとでフォークダンスを始めたということだね。サンゴを担いでいるのを見るとサンゴの前に出演するらしいね。はい、私たちはペアを準備しました。ああ、それはよかった。ところで豆大人の顔にできた涙の跡はどういうわけだろう。これは元帥が二人に会った時から聞いてみたかったことでした。
二人は約束でもしたかのように縮み上がりました。その中でトムが先に出て、本人を横目で学びながら頭を上げました。トム先生、本人が私のことわからずやと言いました。人生は真っ赤になってポミを横目で見るコミを面白そうに眺めました。そしてポミの肩を持ちました。それは大変だな、一緒に踊りながら分からずやとは。そのために争ったようだね。何かあったの？それは私が…ポミは顔が一面のように赤くなってぼろりやきに言いました。大変そうなビーシーの視線がコニーに映りました。しかしコニーも唇をピカピカさせるだけです。子供であっても審査に滑ったということをビーシーに話すのは恥ずかしいようでした。ビーシー様、私たちはただいまの審査に滑りました。それは私のためです。クラブの先生が自責の身にかられて言いました。それでこの子たちの気分が悪かったのね。一瞬周りは沈みが帰りました。天安駅に降りてから今までの詳しいことを申し上げるクラブの先生の声だけが廊下に響きました。金融菊さん勝雄老師の短編小説幸せの花車第2回でした。